天气很好，东西好吃，然后人真的比较热情，很大哎，比我想象中的好大。然后我觉得除了这边还有空间很舒服，然后让我觉得说它不太像一个火车站，比较像一个公园。アジア太平洋フェスティバルが福岡市で開かれ、台湾からアミ族の歌手スミンさんらが登場しました。もちろん彼らの原住民の舞踊以外にもその台湾の良さをですね、ぜひアピールしていきたいなと思ってきたわけなんですけど、福岡はやっぱりこう思ったより、特に私ちょっと何年か来てなかったんで、すごく綺麗になって、この JR の、 この駅ですとか、いろんなで人々が割とあったかくて、で普段いろんなところにプロモーション行くんですけれども、皆さん結構最後まですごい熱心に聞き入ってくれてて、で割とこう思ったより皆さん台湾に帰ってる方も多かったので、その輪をですね、もっと広げて、なんといってもやっぱり九州って台湾で一番近いので、日本の国内の中では、まあ、そういう意味でもっとこう頻繁にですね、交流していけたらなと思ってるので、まあ、ブローシャーとかいろいろ持ってきて、台湾の良さをですね、間接的にまずこの台湾の2文字を皆さんにこう見てもらうことで、より台湾を身近に感じてもらえてですね、その台湾にこう疲れ、おいしいものを癒しに食べに行ってですね、であったかい人々が待ってる台湾に実際に行って、本当にファンになってもらって、台湾ってこういうところもあるんだよっていうのをこう直にアピールすることで、福岡に事務所がない分ですね、やはりこういったイベントを通じて、チャイナエアライン、エバー航空さんと一緒になって盛り上げていきたいということで、今回は非常に期待して来てます。はい。今年も台湾からの歌声が福岡の観衆を魅了しました。另外一个地方是它那边是一个草跟这里比较不一样，是那边还有很多各国的摊贩，然后可以让大家去体验。我觉得音乐真的是无国界，然后我也希望借这个机会可以让大家认识不一样的台湾。